北船岡駅は北海道立市船岡町にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は H37。電報略号は寄付。1976年の北船岡信号場と周囲約750メートル範囲。下が東室蘭方面。2線からなり、1両程度の短い千鳥状場の相対式ホームを有している。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成当駅の所在する地名に北を付した。この船岡地区は仙台藩船岡領柴田家中の人々が1870年頃に入植したことから付けられた地名である。現在も東北本線に船岡駅がある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは 古線橋で連絡しており、線路の横断は不可とされている。線路は一線する式で、海側の一番線は対比線となっており、特急列車の対比や列車同士の交換がない限り、旅客列車は基本的に二番線を使用する。特急列車などはほぼ最高速度で通過するため、注意が必要である。かつて、信号場から駅となった後の一時期、交換設備が廃され、 短式ホーム一面一線となっていた時期があった。廃された上り線は線路が撤去され、ホームは骨組みのみ残っている状態であった。信号場時代は友人であり、事務所二番線沿いに存在したが、駅へ昇格後に無人駅となった。ホームから離れたところに、海の家を思わせる待合室機能のみの駅舎と、別途にトイレを有していたが、 駅周辺の整備工事のため2017年2月に撤去され仮設待合室が設置されていた。その後2019年3月の駅前広場共用開始と同時に新待合室が共用された。1日の平均乗降人員は以下の通りである。駅前広場駅周辺は住宅地である。ホームのすぐ脇には内浦湾が広がり、晴れた日には 駒間ヶ岳を望むことができる。また、夕日の景色も美しい。転送元カテゴリー、伊達船岡信号場に関するカテゴリー、北船岡信号場に関するカテゴリー、北船岡仮上行場に関するカテゴリー、ありがとうございます。